まず第一にカーブのコピーができますので、特にスロットルカーブですかね、あのアイドラップ1番とアイドラップ2番、でこちらの方を一つ作り込みをしてしまえば、複雑になったカーブとかも簡単にボタン一つでコピーしてしまうということは非常に便利かなと思います。次にですね、カーブの、まあ、入力するポイントですか、まあ、こちらのそのジョグダイヤルだけではなくて、あのスティックの上げ下げでポイントをカーブ上に設けることができるということで、まあ、直感的に行えると、ある程度大まかにスティックの方でポイントを設けまして、でその次に細かくこちらの方のダイヤルで合わせていただくというような感じなので、非常に作業性が早いんじゃないのかなと思います。まあ、特徴の一つでもあるテレメトリーシステムですね、こちらの方が、まあ、標準装備されてますので、センサーをつけることによってフライトしている機体の情報というのが常にそのプロポの画面上で確認できるというのも魅力ではないのかなと思います。特にあの気に入っている機能としましては、ラダーのトリムですね、こちらの方をジャイロ感度の調整機能というようなものに使ったりとか、スロットルのトリムですね、こちらの方を、まあ、ガバナの回転数 あの変更するためのキーとして使うことによって、テレメトリーの数字回転計を見ながら最適な状態に回転数を持っていくことができるというのは非常に便利かなと思います。X3C の練習で使って便利だなと思う機能なんですけども、スティックアラートっていう機能がありまして、スロットルスイッチですね、この任意の位置で音を出すことができます。よく使われるのが、大体スティック中間でまあゼロピッチというような設定をしまして、スティックが中間を通過することにピッと音がするような機能にすることができます。9番8ですね、そのような演技を行った際に、どうしてもロールするときっていうのはほとんどやっぱゼロピッチでロールするのが理想じゃないのかなと思われるんで、その辺を目安として、まあ、操縦しながらでも、あ、今ゼロピッチだというような認識ができるんで、練習には効果的ではないのかなと思います。3D フライトでも、まあ、ゼロピッチ付近で舵を切ることによって、本来のその舵だけが入るっていうんですかね、あの素直な舵の効き具合っていうのが分かりますので、打角を下げたり上げたりっていうような調整をした際にも、どれだけ増えたかどれだけ減ったかっていうような認識が非常にしやすいんじゃないのかなと思います。3D フライトですとよく使われるのがイーディング機能ですかね、こちらの方はスラッシュプレートの傾きを無理なく行うというような機能です。こちらの方もスラッシュミキシングの項目の中に含まれてまして、今回グラフ化していることによってその分かりやすく調整もしやすい作り込みにもなってます。今回の8チャンネルのプロポを開発するということで、まあ、技術者の方から相談を受けまして、でどのようなものがいいかということで、やはり現場で使うプロポですんで、直感的にいかに早く調整できるかっていうところは非常にその大事じゃないのかなと。でその次に機能面っていうのも充実してほしいと。高級プロポですと、あのいろんな機能が入ってますんで、その中でも頻度の高い機能というのは絶対に盛り込んでほしいということで、あのお願いをして作っていただきました。日本選手権レベルでも全く問題なく使っていただける機能は十分入っていると思います。